あ、手が当たっちゃう。青春体育部見ました。見てファンになりました。嬉しい。これさ本当かなってさ思うんだけどさ、これなんか HKT で番組するたびにそういうファンになりましたとか、舞台見てファンになりましたとか、本当にいろんなところからなんかファンになりましたって言ってくれる方が結構いて、めっちゃね嬉しいです。嬉しい。何の回見てくれたんだろう。CD ミニショット、突然始まるピアノの練習の時間。こんにちは。なんか弾こっかなって思ってて、よいしょ。じゃあ1曲目はオフィシャルヒゲダンディズムさんのクライベイビーを。嬉しい。サッカーの回を見て一生懸命に頑張ってる姿がとても感動して、ずっと毎週と思いました。わあ嬉しい、ありがとうございます。どっちのサッカーだろう。なんか私ね、自分でスクショ撮ったんですけど、なんかさ足がここら辺まで来てるのに、もう片方の足の方にさボールがあるみたいなぐらい本当にスポーツマジでできなくて、そうで9月いっぱいでねこの番組終わっちゃうんですけど、めっちゃ楽しかったですね。何より。サッカー2回やってるんだよね実は。スポーツ万能だと思ってた。私も結構ドッジボールは得意で、めっちゃドッジボールは得意なんだけど、よし。
今練習中なのでちょっとこの歌を歌おうと思います。胸ぐらをつかまれて強烈なパンチを食らって喜べて肩を並べうずくまった予報通りの雨にお前はにやけて傷口が綺麗になるって嘘をつくいつも口喧嘩さえうまくできない苦戦してさえない冗談言うなよ。あまりのつまらなさに目が潤んだ。何度も青あざだらけで涙を流して流してファンタジーな心を肩に預け合い胸くらをつかみ返して感激のパンチを振り出すくらいじゃなきゃお前の隣には立てないから相手がなんてあれ拾わない何度もされても諦めない忘れるな忘れるなと言い聞かせ続けたのにどうしてSwipe. 何度も青あざだらけで何度も青あざだらけで涙を流して流してファンティーな心を肩に預け合いながら I'm not afraid of the dark.
しすぎる。ピアノでも、ピアノでも難しそうだよね。難しいです、これは練習中です。なんか大抵の曲はコード進行がシンプルなやつとかは結構弾けるようになったんだけど、こちらはとても難しいです。なんかこういうのとか、こういうのとか、こういうのとかめっちゃ難しい。西野さんのヘビースモークを弾こうかな。これも今めっちゃ練習中やって。そうなんです。強く押し付け、新品のセブンスター手をとまた手を伸ばして、君はヘビースモーカーやめられなくて、四角い箱が手放せない、綺麗なその声もしゃがれて、空っぽの煙をただ見つめて、彼女ができたらやめるって笑って、言葉が宙に舞った。ヘビースモークって持ち伏せたな、歌った気がする。最近なんか HKT のボイトレも人数がめっちゃ多くて、来週は多分あると思うんだけど、なんか本当に最近歌ってなさすぎてって感じです。毎年いつも劇場公演とかコンサートとかやってたりとか、あとイベントとかがあってめっちゃ歌を練習してる時期なんですけど、私は全く歌ってないですね。そうだから早くなんかやりたいなと思いつつ、またちょっと休んで頑張ろうって気持ちになったらまたやろうと思います。青春体育部と同時視聴してます。YouTube に上がってるやつかな。 YouTube に上がってて、そう過去のやつとかも全部 YouTube でも見れるので、よかったら見てみてください。
ファイナリストライブ懐かしいな。過去2回出たのかな。それ本当に楽しかったし、またいつか出られるように頑張ろうと思います。このドライフラワーを今から歌おうとしてるんだけど、ドライフラワーも今さきあみるちゃんと一緒に歌いましたね。全部大嫌いだ。
ナイフラワーでした。なんか今ね本当に自分が歌から離れすぎて、毎年その歌唱力イベントのためにずっとやってたんだなって実感してるとこ。ちょっと目が悪すぎてね、本当にバレエコードが見えない、全然。今年は去年に比べたら歌と向き合える時間はめっちゃ減るんですけど、その分なんかいろんな他のことで頑張れたらいいなと思ってますね。いい方向に行ったらいいなって思います。ボイテラもだからね、メンバーが多分多いからいけてないっていうか、普通になんか メンバーが多いみたいです。今日高い音がしんどそう。歌にね歌ってないからですね、もう今年多分ほとんど歌わないんじゃないかなっていうぐらいな感じかな。公演は今月末からあるんだけど、そうなんです。だからなんか自発的になんかできたらいいなって思いますね。その分ちゃんと歌の仕事から離れても歌を好きでいれたらいいなぁと思っています。
こんな感じ、今の私はこんな感じです。交わらないのならそれか
私は光もとめて怖くはない、失うものなどない、最初から何も持ってない、それじゃまたね少年の瞳は汚れ、孤児の鐘は鳴り響けど、もう聞こえない、それじゃまるで全部終わったみたいだね、お間違い先は長い、忘れないからさあ全て忘れて帰ろう、ああ全て流して帰ろう、あの傷はうつけど、この乾き消えねど、もうどうでもいいの、吹き飛ばそう、爽やかな風と好きな曲って何かあったっけな、AKB から何か歌うか、めっちゃ曲数ありますよね。これさ、カラオケ行った時もいつも思うんだよね。これは何の曲なんだろう。私めっちゃ好きな曲なんですけど、AKB の曲歌います。飛行機雲っていう曲がめっちゃ好きで、なんかコンサートのさアンコールとかでタオル回しながらやったりする曲なんですけど、何のどこの曲なのかは分かんない。なんかシアターガールズって書いてあるんだけど、パチンコ AKB、 パチンコ AKB じゃないですよね、シアターガールズ。何なんだろう、公演曲的なやつかな。星の曲、星の曲、何なんだ、ちょっととりあえず弾いてみます。 C シャープマイナーセブンスファイブが苦手すぎて、こういうさこういう感じの手がさめっちゃ、そうなんだ。
近道したつもりで未来への負けもっと早いか。秋から冬への途中僕たちは近道したつもりで未来への曲がり角と優しさと風を忘れていたよさよならつぶやく君の表情は日差しが頃の曲めっちゃ前の曲ですよね。いい曲。なんか AKB って公演がいっぱいあるから公演の演目からコンサートにやる時もあるしどっか隠れた名曲がいっぱいあるイメージです。懐かしいね。懐かしいですよね。曲がねいっぱいありすぎて。何の曲でしょうか。
君はメロディーでした。夜中に歌ってて大丈夫ですか。うちはめっちゃ田舎なので周りに田んぼしかないので大丈夫です。戸惑ってしまった、ためらってしまったって選挙の曲めっちゃ好きです。一回ね、陸阿波に富吉がオリメンなんだけど、富吉がなんかインフルエンザかなんかでアンダーでね出たことがあります。戸惑ってためらってっていう歌ですっけ。戸惑ってしまった、ためらってしまった。24の公演行きます。あ、嬉しい。そっか、24から
やばいんですけど、体力が本当に心配でしかない。なんか最近立ち上がるだけでもね、本当に立ちくらみするぐらいに動いてないさすぎてやばいな。そうなんですよ、今はめちゃめちゃおうち時間なんだけど、その公園近辺はなんかめっちゃいろいろ仕事入ってたりとか、なんか差が激しすぎて体力がねちょっと心配ですね本当に。楽しみ、めっちゃ久々に有観客な気がする。楽しみだな。これユーフレットに入ってるやつあるかな。車輪と来た道ととかあるかな。ペダルと車輪と来た道と。出れ一体誰のために。一体誰のために走り続けているのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。23時54分になりました。なんか七色公園今のやつはなんか対バンみたいな感じですよね。言ったら前半組と後半組がいて、感染予防対策のためにほとんどねだから会わないようになってるの。裏でも会わないようになっててバリ設定してるんですよ。一方のチームの楽屋がなんか楽屋じゃなくてレッスン場みたいなとこが楽屋でみたいな。そうで七色公園は基本的にチームが7人で、まあ、6人のとこも私のとこは6人なんだけど、だからめっちゃ見やすいんじゃないかなって思います。で配信だけでやってたんだけど、配信だけの時はさやっぱカメラに向かってやるって感じだったんだけど、有観客だとさその端っこ行った時は端っこの班の人が見てくれるし、真ん中行った時は真ん中の班の人が見てくれるしみたいな感じで、より一層なんか届けられるんじゃないかなって思うので頑張ります。楽しみです。対バン、いや本当にね対バンっていう表現が一番なんかしっくりくる感じなのよ。そう合わないからね本当に頑張ります。前半後半どっちだろうな。確かに。じゃあ今日は平井大さんのまた会う日まで歌って終わろうと思います。あと4分いけるかな。いつか C&K さんの歌も歌いたいなって思ったことを思い出した。なんか歌うと楽しいですねやっぱり。久々に歌うと
また日まで頑張りましょう。今日はちゃんと寝ようと思います。なんか休みが続くと本当になんか無駄に徹夜しちゃうというか、本当に無駄に徹夜しちゃうので、今日は頑張って寝ようと思います。じゃあランキング見ます。皆さんもちゃんと寝てください。13位がリュウガ、12位きなこさん、11位ニク、10位ヒロッチ、9位ミル6番、ミル6番、8位 FR、 7位ウチテツ、6位ヤマポ、5位キノピン、4位ミノル、3位がレイニャー、ありがとう。2位がワカー、ありがとう。1位がサンガー、サンガーありがとうございます。今日は早く寝て元気になろうと思います。皆さんもちゃんと寝て元気になってください。バイバーイ、またね。お疲れ様でした、今日も一日。バイバーイ。メールは明日も送ります。バイバーイ、またね。